オープニング初めてつけたけど、初めてじゃねえや。2週目になったのか分かんないけど、前のエンドを見たら、新しいルークさんっぽい人が出てますね。だよな。合ってるよね。終わりからって何？終わりからローディングできるってこと？ちょっと試してみよう。あー、なるほどね。今後これでいろいろとやれるってことだ。なるほど、OK、わかりました。ほらね。あれ？セリフがまだなんか、ちょっと違えような気がするんだが。違うっつか。で、はい。新しいの見れちゃった。で、ここから再開できるってこと？あれ、なんで僕泣いてるんだろう？変な夢でも見たかな？そういうわけで、どういうことだかわかんねえかも。やっていくぜ。というわけで、こんにちは。獣のアピタカと申します。今回はこちら、魔王と呼ばれた子実況をね、やっていきたいと思います。今回ね、パート1です。はい。魔王と呼ばれた子。いやー、どうやらちょっと、予知夢だかわかんないけど、ちょっと以前、紹介ギルドのルートで行って、で、ジークさんに全てを殺されてしまったっていう、オチを見たような気がするんですよね。ただわかんないですね。ほら、だって見てよ、ほら、僕最初からやってるから、だからパート1になっててもおかしくないんです。この実況、初めてやるなぁ。そういうことでよろしくお願いします。というわけで、初めてまた実況やります。というわけで、よろしくお願いします。お寝坊さんです。はい、わかりました。まあ、2週目とかそういうわけじゃないです。予知を見てた。そういうことです。だからあれは今までのパート 14なのかな、パート14分の実況、まあなんかね、最終回迎えたってなんか言っちゃったけど、いやー、あれは全て夢だったということですね。なるほど、分かってきた。というわけでね、いろいろとやっていきましょう。2週目というか、まあ予知も含めたら2週目ってことなんですよね。特に変化とかもないかな。ここも特にスキットも変わらねえよな。OK です。じゃあちょっといろいろとやっていきましょう。今のところは進んでるやり方、セリル。セリルの村においてよ。僕の家まだ空きがあるし、なんかクッキーがわーいとかなんかそんな感じの話じゃなかったっけ、気のせいか。ケーキしょっぺーからな。なんか、この辺りはもう正直雑魚的叩かなくていい。なんだろう、体が覚えていてか不思議な感じ。すまんね。才能つかもう僕で終わっちゃったからな。アイテムがなくなったわけではねえか。冒険日記とかもある。よいしょ。使うとあれか、スキットが見れるとかそういうこと？よいしょ。氷魔術の本。なるほど。氷魔術の明るい人、レイドさんとか、ああ、今日、あといたよな。そう、あいつがいたんだよ。あれ、最後のページなんか書いてる。この日記書いた覚えがない。あ、日記も、ああ、大事なアイテムで使ったら、ちゃんと出るんだ。そう、前のマップの時もそうだったな。誰かいたずらかな。そう、最後の日記、多分冒険メモってことだよな。これのことだよな。これが、ああ、こういうわけやね。冒険にこっちだ。最後のページ。黒が望む世界。決して消えない傷跡。繰り返し。抗い流され囚われる。どれだけ月日を重ねようとも、決して変わることのない結末。台に向けるわけでもない。この言葉が、この思いが、誰かの元に届くことを祈ろう。お気持ち表明っていうか、ポイム、病んでポイムし始めた VTuber かな、もしかして。僕もやったことあるんだから分かるんだよ。僕も病んだ時、こういったポイムみたいなツイートをしてたね、黒歴史があるから、だからもう今やってんだよなっていう話です。ここに来ると、そうだそうだ、見たことない。セリーちょっと待って。でも動きは鈍いし大丈夫だよ。はい、分かりました。これ倒しちゃうんだよな、多分。それとも HP 無限だったりするのかな。ロキ、お前の今の力を見せてやる。猛流撃。あ、これ HP 無限くせえな。だからダメージは食らえない。これ僕が強すぎたってことかな。もう流撃。いや、やっぱこれ HP 無限ですね。けどもう多分あれだ。HP 的には本来倒してるはずだから、代わりにダメージをゼロにしますよ。理不尽さをちょっとなくしたということですね。はい。よろしくお願いします。いいよ、もう僕このまま一人倒せるから。見てな。見てなよ、セリル。けど念のため、お前はブレイズバーンとかぶっ壊しといてくれ。オーバーキル。ワンターンフリーキル。ただそのルークさんとちょうど会ったけど、ここでまたなんかセリフが変わるかな。やっぱり魔術師と思えねえんだよな、さっきの人と同一人物とは思えない。ここはルーカインさんに任せていこう。おお、あの人、あれみたいなくだりがなかった。
あの人どっかよとかさ、最初の1名の方で、僕の YouTube の方ではそういったビジョンが見えたんですね。今回はなかったね。まあそういうもんか、いいでしょ。あれ？これってパート1にあったっけ？いや、あったっけ？いやー、なかったっけ？うわー、わかんねえ。ちょっとこの際まで覚えてる。こんなシーンを最初の1周目であったっけ？僕の YouTube だ。あんな夢に！あんな夢に負けるか！ぶっ殺す。さっそ、ここの森に来ると、森じゃねえ。森か？あ、まあ、なんかここに来るとね、そう、ルークさんとイベントがあるんだけど、はい、ルーカインさん。不思議なマリク？そうだ、あの時、僕、母さんのピンチ、いつの間にか黒い剣を握ってた。あ、でも、朝起きてなくなったから夢だったのかなって。この黒い剣、くそ、まだ買わねえんだな。僕は強くなりたい。もう誰も失うことない力。ということで、黒き剣を、買っちゃった。黒き剣を出します。これに関して、なんか、こここそなんかイベント変わりそうだと思うんだけど。グロすぎや。マリコを通すだけ魔術。そういう剣じゃなかっただろ。この剣が魔術装置なの。ロキ、お前が一番分かってんだろ。こんなんグロすぎやじゃねえって。マリコはミチル。まあいいか、この辺は。あ、で、チュートリアル出てくるのね。ラスト。ルークさんって何でもしてるんだよ。ありがとうございます。あれ？お、ここなんか変わった。なんで僕ルークさんの名前知ってたんだろう。おい、よかった。やっぱちゃんと YouTube。そう、僕もね、YouTube 見てんだ、わかるんですけど。よかったよかった。ちゃんとそういった部分が引き継がれてるんで、よかったよ。ほっとしたわー。ロキ、お前も、お前自分の YouTube に関してはもうちょっと自信持っていいぞ。お、お前は、あれ、こいつさ、いや、気のせい。だってモブにしては切れすぎな。あいつ、あの、運命の守り人とかそういうのじゃなかったっけ。首都を目指してます。どうしちゃうけど。で、こいつグランドさんね。OK です。あとは変わんねえか。あれ？でもなんとなく道が分からない。ああ、ここさに進めちゃうのもして、イベント出して。気のせいかなっけ？そしたら、グラントさんが。グラントさんと道がないけど、まあいっか。まあいいでしょ。行けたらハッピージャムジャム最高です。お、で、僕グラントさんとイベント発生するか。なるほど。以前はさ、一旦迷ってさ、そう、迷う必要があったんですね、以前は。今回はそういった必要がないんだな。なるほど。で、ほんで、ここで、セリルのさ、勇気の意味と結果、お前のこれは無鉄砲だぞ、マジで。まったくなぁ。他の魔物を倒しきってるあたり、結構セリルもちゃんとやってくれたんだよなっていう。お前のレベルな、こいつら余裕だろ。そういう問題じゃないのか、RPG。というわけで、予知夢を見ました。もう、何度この予知夢を見るんだ、僕は。まあ、まだ二度目なんですけどね。あ、お前は日を昇って、君が、縁を求めるのない日が昇ってから森に戻って日が昇ってから森に戻るとはーい。あ、いたいた、やっぱりいた。そう、このイベントそうだよな、以前やりすぶれちゃったからさ。今回これ単純に2周目とかだからじゃねえよな。多分単純に僕はやり忘れただけだと思うんだよな。よし、まあこれで今回なんとかなりました。グランさんと共にね、進んでいきたい。このイベント発生させてかな、楽しみだわ。はい。というわけでね、大丈夫でした。まあ、グランさん、一緒に世界を救いに行こうぜ。世界を救うっていうのはちょっと大それてきた。そんな、戻ってきたのは、はい。僕のわがままです。よしよし、このセリフはね、ちょっと初めてやったけど。ロッキーは特にリアクションなしか、まあいいでしょう。確信？あ、なんか、このチャット見たことないかもしんね。と、地図を作ってた。これは単純に趣味でやり逃したんだよな。うん。さっそう。これは重要だったな。ルークさんのこのセリフをちょっと聞きてえな。迂闊な行動でした。でもこれで間違いありません。話の流れも一緒だったし。あの YouTube は現実です。よし、というわけで、まあそういうことか。おお、グラントさんがここにいたんか。何してんだ。そうだ、そうや、グラントさんに言ってなかったんだった。
そうだよな、それ思い出したんだけどさ、以前はグランドさん仲間にしないでここまで来たからさ、その後あの魔物の襲撃の時僕もなんか力を貸せようみたいな話があったんだよな。そうや、そういうことを思い出しました。今回単純に2週目とか関係なしにこのイベント見れるわな。嬉しみがあったんです、今日この街が滅ぶって。まあそれはね、そういう反応になりますよね。信じてください。僕にはそれしか言いません。一緒にパート14までやりきった仲だろグラントさん。全然信じてくれねえけどまあいいでしょ。余裕で終わっちまったな本当に。もうルークさんとロキでもう全部終わっちゃったよ。はい、まあ、なんとか無事です。ここにも守りていて、こいつ2周目だから進出鬼没になるな。まあ、うん、どうした、四つ葉のクローバー、そう1個持ってるんだよ。あ、どっかで積んだやつ。そういえば旅人さんも四つ葉のクローバーのブローチをつけてますね。四つ葉のクローバーっつっても今回のこの実況の方では収録じゃねえ、撮ってねえんだよな。以前のね、予知部の時に撮りましたからね。そうですか、それじゃよかったらこれ、あ、そう、仕上げます。もっと集めるのか。これ多分だけどさ、それぞれ3つのルートで、そう、1つのルートの次1個四つ葉のクローバー回収できると思うからさ、あとはね、魔術ギルドか傭兵ギルドの方に行くとおそらく手に入ると思うんですよね。まあいいでしょう。あー、特に何事もなくなんか終わっちまったな。なんか別にね、起きないね本当に。まあこのままギルド選択まで無事に行けそうっちゃいけそうだな。あー、さてと、ここまで来ました。ギルド見学もしたということで、じゃあね、YouTube ではですね、僕はですね、まあ、パート1から見てくれた方々ありがとうございます。まあ、YouTube の方で僕はね、クライングライヤー、偽りの涙ということで、紹介ギルドを進んだという YouTube を見たんですね。まあ、いわば1周目らしいんですけど、はい。いやー、で、クライングライヤールートで、そう、YouTube を見たときには、最終的にですね、このプライドライドのレイドさんが大暴走をしてしまった末に、ハウリングリンクのジークさんが最終的に僕らの仲間を全員殺すっていう、もう、はっちゃかめっちゃかな、状況になってしまったっていう、そんな YouTube を見たんですね。果たしてそれが本当になるのか分かんないんですけど。じゃあね、一応今回また新実況ということでね、マオと呼ばれた子、どのギルドで行くのかね、考えてみた結果ですね、プライドライド行ってみたいなと思います。まあ、まずレイドさんがエッチっていうのが一つで、レイドさんの本音が知りてんだよな。本当にあんな気候してしまった原因は本当にあれが本音だったのか、白き剣をロキと一緒に見た場合また気持ちが変わるのか、そういった部分を見てみたいし、それに伴っていろいろと何が起きるのか分かんないし、ね、あとワルツとかも気になるからね。そう、ワルツがいるっぽいんだよな、プライドライド。どうなんだろう、分かんないけど、まあちょっとね、そんな感じでプライドライドを真っ先に今知りたい気分なんで、プライドライドルートをね、この実況ではやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。僕は賢くなりたい、魔法はみんなを幸せにできるはずだから、というわけで守るための強さを得ようと思います。あー、バレちゃいましたね。魔術師とは心の対話、メンタルが、ね、重要なのよ。なるほど、レイドさんそこは暴走したんだよな、 YouTube の方で。望まん力、わかりました。はい、ヤクロッケもバッサリ抜くがよろしく、わかりました。はい、でありがとうございました。というわけでね、今回の実況はここまでしたいと思います。正直 YouTube を見た関係もあって、バッサリいろいろカットすると思うんだよな。1時間収録したけど、これちょっとどうなってるのか分かんねえな、編集したら。まあいいでしょう。ではご視聴ありがとうございました。また次回のアブダカのね、魔王ヨバ実況お楽しみくださいませ。またチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。